続いての作品は江藤監督の妄想ドラマ。クリスマスだっていうのに今日もバイトの私、他のバイトの子は彼氏とデートみたいだけど、私にはそんな相手もいないから。でもいいんだ、バイト先の店長が素敵だしかっこいいから。きっと彼女がいるんだろうなって思っていたら、悪いな、クリスマスなのにバイト入ってもらって全然いいんです、そんなの。いいね、気にしないでくださいでもさ、クリスマスなのに予定なかったの？寂しいやつだな。それは店長も同じじゃないですか。俺はこれが仕事だから仕方ないだろほら喋ってないでちゃんと仕事しろ。はい。なんだ、焼き鳥屋さんか。あのさ、何ですか？お前の方こそなんだよなんで私が今日シフト入れたか分かりますか？クリスマスなのに一緒に過ごす相手がいなかったからだろ。一緒に過ごしたかった相手はいますよ。そうなの？じゃあバイトのせいで一緒に過ごせなかったってこと？違います。バイトのせいで一緒に過ごせることになったんです。え、じゃあお前私の気持ち受け取ってくれますか？もちろんだよやった、嬉しいじゃあこの後も頑張りましょうね。あれ、あ、急に。あ、いや、足なるだけだ。いや、残りの時間は俺たちだけの時間にしよう。いやらしいな。スケベそうなんだ。店長。そうなんだ。あ、出た。